皆様、ご機嫌いかがでしょうか竜神とそのご身体の意図を祭る、穂積寺住職の竜神坊聖徳こと脇田直樹です。さて、だいぶ前の話なんですけど、私は実は秘書検定2級を取得したんですけども、その内容のほとんどは、社会人としてのマナーや礼儀作法についてというところでした。生きていく上では、 特ににお仕事をするる上でで人ととと関わらずに生ききいうことはできませんよね。誰にも気を遣わず無礼に振る舞っていると相手だけでなく自分も嫌な思いをするものです少しの心構え少しの気遣いで礼儀礼節に気をつけお互いに気分よく過ごせるのならその方がずっといいんではないかなと私はやっていて思いました。 実はこれは神様や仏様に対しても同じことなんです特に龍神様は作法に厳しい自然心どんなことに気をつければいいのでしょうかさて今回はやっぱり礼儀は大切龍神の逆鱗に触れる比例についてお話をさせてくださいここまでですね龍神について 様々なこともしかしたらあの前から見てくださっている方は分かってきたかと思いますそうでない方もですねあの来てきっと見ていただけたら分かるんじゃないかと思いますがではいざ龍神を祀るお寺や神社へ参拝に伺ってみましょう基本的な作法は一般的な神仏を拝むものと同じくだいたい神道の流れのようになりますまず境内に入ったら 1. 1鳥居の正面に立ったら軽く一礼をします。2. 鳥居をくぐる際参道の真ん中の道はここ龍神様の通り道ですので右か左によって歩きましょう。まあ、多分左側は分かりやすいかなと思います。手水もだいたい左側にありますからね。そして 3. 長寿手洗い場へ向かって右手でひしに水を汲み。 左手に水をかけて清めます。4つ目左手でひしを持ち右手に水をかけて清めますそして右手でひしを持ち左手に水を受けて口をすすぎますで口に含んだ水は足元の水にですねあの捨てますそして5つ目左手に水をかけて再度清め残った水で 飛車を立てて、飛車の柄の部分を洗い清めます。で、車区を置いて、これがあの上手あ手洗い場の冷気作法ですね。そして次に、参拝。参拝の基本は、2例、2拍手、1例。まず、1、目をつぶって2度頭を深く下げます。腰は約90度ほどです。 ちょっと難しいなっていう方は75度とかでも大丈夫です。あの腰痛い方はですね。私体硬いものでですね、80度ぐらいまでしかあの頭下がんないんです。申し訳ございませんと思いながらですね。で、次に2つ目。おさい銭を優しくおさい銭箱に入れます。あの、チャリーンとかポーンって投げちゃダメなんですね。優しく優しく入れてくださいね。で、ここで3。もし鈴がついてる場合は鳴らします。 軽くでで、すねで。4つ目大きく二拍子をしますこうしてこうしてパンパンとでこれって何のためかというとですね邪気を払うための所作なんですで5つ目祈願をします、はい、祈願の仕方、これ非常に重要なんですがちょっと細かく分けて説明しますね えっと、まず前回の動画の7つの心構えというのを自分の中に作って何をお願いするかを決めときましょうそして実際にじゃ祈願する時はまず自分の住所を申し上げてくださいまる県まる市まる区まる町○〇町,〇町目○〇番○〇号ここまでしっかりお伝えしましょうで、えー、神様とはいえですね全てのことを完全にこうお見通しっていうわけではありませんし ご自身のお役目っていうのをそれぞれ持っていらっしゃいます。友人様だったら自然を守るとか雨を降らせるとか天候のことをこうコントロールするとかなんですよね。で、あの拝めば叶えてくれるとは軽くですね、思ってはいけません。そして次にご自身の使命を伝えます。私だったら、えー、本名脇田直樹ということですね。そして自分の 生年月日とえとええを伝えます,、えーとですね、西暦でなくてあの和暦の方がいいです。例えば私だったら昭和57年6月13日ということになります。そしてその後にえともお伝えください。自分の場合は犬年です。そしてここから自分の願い事を伝えます。で、願い方これがですね前回お話しした通りです。で、6つ目。 目をつぶって一度頭を深く下げます。90度です。そして7つ目、一歩下がって、今度は軽くですよ。軽く大体20度から30度ぐらい一礼をします。はい。これが参拝の時の基本的なお参りの仕方。で、最後、帰宅時。 まあおみくじとかですね、お守りなんかをですね、ここで購入されるのが一般的ですね。で、一つ目は、参拝後も参道の真ん中は通らないようにしてください。左から来られた方は右、右から来られた方は左。このように帰りましょう。そして二つ目、鳥居や神社の入り口前で振り返って一礼をします。はい、以上となります。 まあ、多分皆さんあの結構やってらっしゃる方多いと思いますけど改めての確認でした特にまあ龍神様を祀るところなんかはですね私もあの宮城県にあるあの天津神大権現に行った時なんかは本当にもうさ真ん中の道入れないようにです、ね、なってるんですねこういうところもありますで龍神様というのは水をつたどる神水神です 私たちにとって水は生きるために必要不可欠であり、この世界のどこかで水が得られずに命を落とすという人もいます。日本は水資源の豊かな国なので、水の神のかご加護の上に成り立っていると言っても過言ではないんですが、他の国では綺麗な飲める水を得るために大変な苦労をしていたりもします。何年前ですかね。8年、9年前。 昔カンボジアへ水掘りのボランティアに行ったことがありますそこで男の人4人で1時間近く掘ってようやく泥水を汲み出した記憶がありますこのように水の恵みが当たり前である私たちの国においては時に水のありがたみが忘れられてしまうことも少なくありません龍神は雨を降らせ愛にあふれた大自然の最高位の精霊だと、えー、この動画のだいぶ前に 申し上げた通りなんですが私たちはもう実はすでにそんな竜人の加護を享受しているということこれを忘れてはいけません自然への感謝の気持ちを持たずにさらにもっともっとというふうに渇望する人というものに竜人はあまりこう見向きもしてくれないさらに言えば人間が海や川なんかの水を汚したり 天から降る雨の受け皿である山を荒らせばそれを許すことはしないでしょう。これこそ自然心が感情的とされるところでもあり恐ろしい側面でもあります。仏教で言えば最高位に位置する如来や如来になることを運命づけられている菩薩などは悟りを開いていらっしゃるからこそ私たち 民衆というか、酒税というかですね、主情に対して無償の愛を与えてくださいます。しかし、人々を強制的に強化しようとする明王様はさておき、神仏の眷属である天武、こちらは私たち人間に近いお感情をお持ちなので、接し方には気をつけないといけません。 粗末に扱ったり罰当たりなことを口にしたり礼拝をさぼり信仰をやめたり、まあ、信仰とは言わなくても信心をやめたりそういったお祭りをするという作法を間違えるなどすると恐ろしいことになるんですね。あの、まあ、急速に運をぐーっと高めて最も高いところで手をパッと離して地面に叩きつけるといった修正をされたりもします。 それは例えば宝くじで高額当選した人が不幸になっていく様にちょっと近いような感じですかね。あの自分の努力で掴んだ運ではないものって、それを維持する器がないと大変な思いをしてしまうんです。そんな天武で言えば、例えばダキニ天、ダーキニ様やカンキンまン、あ、ショーテ様、ガネーシャ様ですね。こういったあの天武様などが代表例かもしれません。 私たちに非常に身近で人気のある神様でもありそのご利益は大変なものなんですけど反面で嫌われると不運続きになるともされるのは激しさととかかか好き嫌いいいを持っているからなのかなの私は思います。もちろん人気を重んじて礼節を貫けば問題はなくその加護を賜ることができるとされます。 人やお稲荷様などの自然心もまた神仏の眷属として大自然を守る精霊ですそのため本来的には人間に利益を利益をもたらすものではなく大宇宙の意思を受けて調整役を務める、まあ、こういった使命を持っていらっしゃるんですねで仏法に帰依しているがために神仏が主情主税を守ることに対して応えてくれるべく 愛を与えてくれているという考え方が正しいと言えます。そのため、すでにいただいているものに感謝をしないもの、自分一人だけがその恩恵に預かろうとするもの、そして皆のための自然を痛めるものには、やはり相応の返しをされるとみていいでしょう。大自然に対して異形と敬いの気持ちを持たなければ、大きな災害となって苦しめられるように。 自然霊にも尊厳の気持ちを持って接するべきだと言えます。もちろんそれはですね、バチやたたりとか呪いといった類のものではないです。因果応法という表現が正しいかもしれません。仏教でいう因果応法とは、すべての行動にはそれに応じた結果が生じるよということを指します。この原理は人間の行動が単に個人的なレベルにとどまらずに、 社会や宇宙全体にも影響を及ぼすということを示唆しており良い行いは良い結果を悪い行いは悪い結果をもたらすというシンプルですが深い教えですこのように悪い因果をまいた本人のことを神仏が如来や菩薩が起こらなくてもその眷属である天部とか自然神これは見過ごすことはないでしょう 必ず応報を持って分からせてくださると言えます。それもまた愛です。このように、竜の激倫に触れるような比例がないよう、正しいお心を持って、願をかけたいものです。そうすれば、全因全が良い行いをしていれば、必ずいずれ良い結果に報いられるはずです。はい。ということで、今回は、作法、そして、 礼儀の大切さというものについてそして自然心と天部の怒りについてお話をさせていただきました、えー、先日神職資格を取得するためにあのー、氷川神社の方で神道の講座を受講しに通っていたんですがそこで講師の先生がおっしゃるにはあのー、神道というのは日常生活でいつも私たちが神様に対して やっている礼儀作法を洗練させてライフスタイルにまで消化させていくものだということでした神仏にも当然お心がありますから同じ参拝をするならやっぱり心地よくなっていただきたいですし不快な思いをさしたくはないものですよねそうすればきっと願いを聞き届けてくださるのではないでしょうかはいということで 今回も最後までご視聴ください。誠にありがとうございますこれからも本院が祀る龍神様についていろんなお話をさせていただきたいと思いますよければチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたしますはい、それでは皆様今週も大自然の守り神龍神様のご加護に皆様が恵まれますようにさんさんと振り続きますように ありがとうございます。